シーン・インベスティゲイターズ、このゲームは殺人事件とか事件の現場をめちゃくちゃ注意深く観察して事件の真相に迫っていく、まあ、つまりはコナン君になるゲームということになりますね。早速やってみましょう。ちなみにこれはデモ版でございますので、まあ、1事件だけできるんかな。シーン・インベスティゲイターズはトゥルークライムジャンルファンのための演劇推理ゲームです。いわゆる本気な事件捜査ゲームですと。プレイヤーは事件現場を再現したシーンに足を踏み入れ、現場を注意深く観察します。そこに残された物証から事件の背後にある考えられる動機をプレイヤー自ら推し量っていき、一体何が起こったのかを明らかにしていきます。このケースファイルは5人の友人、知人が集まったディナーパーティーで起こった殺人事件です。事件を解決するすべての手がかりは現場に残されています。あなたはこの事件を解決することができますか？回答をパソコンから送信し、ケースが解決されたかどうかを確認してください。なるほど。捜査ガイド。まあ、懐中電灯が F とか、まあ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 、これは一般的な、パソコンゲームの操作方法だね。はい。誰が5番目の椅子に座っていましたか？何これパスワードを忘れた時の質問みたいな。クララのいとこは何ですかテララみたいな。ね、こういう、あ、ちゃうわ。シーンを観察し、以下の質問に答えてください。ああ、誰が殺人犯ですかって書いてあるよ、ね。誰が死亡したかもわかんないんだ。あ、わかったわかった。これ、×で閉じるんかな。はい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 。で、一人称視点で、この、殺人事件の、あ、これ死んでる死んでる死んでる、ほら、あ、口からもうぶっ破してる倒れて口からワインかなんかかな、これは。うん、そうやね、ワインをブエーって吐いて誰かが死んじゃったと。あ、でもなんかフォークも落ちてるから、フォークで、あ、なんか何かをワインに盛られて死んだ感じかなね。あ、これ、はいはいはい、右クリックでしっかり、注目するという感じですね。なんかお肉かなんかを食って、あ、それが毒だった可能性とかもあるよね。で、椅子が倒れてて、あ、なんかここだけ綺麗やね。はい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 、椅子が倒れててここだけ綺麗、ここだけ綺麗なところは、なんか、ここだけ綺麗な机が、ナイフがね、右にないのよね。あ、これ左利き用でしょ。ねえ。推理ゲームで一番よくあるやつ。ね。左利きの人登場するやつね。はいはいはい。で、これが、なんかビーフシチューみたいなやつが、今日のご飯かな。ワインとシチューでパーティーだみたいな感じなのかな。なんか、オレンジジュースみたいなのあるね。ああ、これもポイントになってきそう。あ、お酒が飲めない人が一人いたのね。はい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 。そういうことやろな。どういうことだろうな、これ。電話のところに、あ、なんか書いてある。あ、電話できる。はいはい。あ、留守番電話とか入ってんじゃん。これか。なんもないな。はい。これは読む、はい。ゲストリスト、ジェイク、エドウィン、ジェニー。ああ、ジェイクとエドウィンとジェニーが呼ばれた。これメモっとこう。なんかね、ゲームの紹介記事みたいなの読んだときにね、メモ必須って書いてあったんで、メモは用意してきました。ジェイクとエドウェンとジェニーがいると。で、これが、クララズバースデーって書いてあるな。クララの誕生日。おー、こういうの重要よ。ジェイク、エドウィン、ジェニーに加えて、クララという登場人物が出てきている。んで、他は？バック。3月、歯医者が予約されている。3月13日ね。3月13日、歯医者。はいはい。で、3月、あ、じゃあ、2月やね。2月の11から17に LA に行ってると、クララが。ほーん。クララ LA。わかったわかった。OK。これ、今日はどこなんやろな。今日はまあ4月なんやろな。多分な。ええか。OK。わかった。これは？あ、違う。これは関係ないか、上側は。こういう、なんか、ところとかに、ドアノブとかね、すごいところに手がかりが隠されてたりすんねやろな。これ、ノブ開けて。ちょっとカメラの感度ちょっと早いな。もう一番遅くした。これでもいいや。はい。これ開けられたりはしないと。ここも開けられない。どんどん上から見ていこう。開けられない。はいはいはい。なんか書いてある！
はい、ハニー。あー、ちょっと待って。はい。ハニーへ、お買い物に行ってくるからテーブルの準備をお願いね。ハニー。あー。ここの家にハニーやから、ここの家に恋人同士もしくは、結婚した夫婦が住んでて、で、覚えておいてね。私のいとこはワインが飲めないから、彼にはオレンジジュースを、あ、来た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 。え、私のいとこ、覚えておいてね。ん？で、江戸は左、江戸は左利き、来た、ほらほら。江戸は左利き、はい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 。エドウィンかな？エドウィンが左利き、はいはいはい。503は左利き。んで、オレンジジュース、誰かのいとこ、クララのいとこかな、私。これ、ハニーって、女性から男性に言う場合も、男性から女性に言う場合も、ハニーかな。ね。まあ、ちょっと、クララのいとこが、オレンジジュースってことにしとこうか。ね。はい。まあ、ちょっと、そういうことにしとこう。ちょっと、どっちからどっちか分からへんよな。これ冷蔵庫開けれるわけではないと。うんふん。で、何かを準備していて、あ、開いた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 けど、開いたけど、包丁とかって、わかんねえな。で、ゴミ箱があって、あ、なんかあった。なんだ？ん？ EQS 薬局。はいはいはい。使用上の注意、肝臓への注意。この製品にはベンザクリンが含まれています。本製品を以下の内容で服用すると重度の肝障害が、発生する可能性があります。24時間以内で 4000mg 以上のベンザクリンの服用。ベンザクリンを含む他の薬部品の服用。この製品を服用している間、毎日3杯以上のアルコールの飲料。あ、これだ！ 7000mg を超えた服用はしないでください。直ちに医師に相談すること。以下の症状が現れた場合、直ちに使用中止。痛みの悪化、新しい症状の発生、内出血の発生。嘔吐を引き起こす、内出血を引き起こす、めまいを引き起こす、これだ。ちょっと待って、待って、日付が4月14日。来た。4月14日に、この薬、薬をもらってきたってことな。はいはいはい。ドクター RJ ハイスから。はい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 、来たね、来たね、来たね。これでしょう。うん。500mg カプセル。あー、なんだ、500mg カプセルをもうバッチバチにワインの中に入れて、カプセルやろ、よう飲ませたよな。まあでもこれが犯行に使われたものやろな、どう考えても。なんか裏やから何かとかあるんかな、いいかな、はい。他に何かある、いいか、はい。で、この辺は調べられることはできないと。いいね。あ、なんかある。あ、来た。はい。で、いい、調べる。んー。ギブソン・ヘンリー。はい。読みます。ギブソン・ヘンリー。ハイヌーンドライブ、フォレストヒルズ、ニューヨーク。うん、有効期限2005年の4月25日。まあ、だいぶ先やな。ER。ER って何やろな。ヘンリーっていう人がおるんかな、とりあえず。あ、これで全員かな。ギブソン、ギブソン・ヘンリー。あ、でもまあ、ここの家に免許証みたいなのが置いてあるってことは、ここの家に住んでるのはヘンリーと、ヘンリーとクララかな、私のいとこね。で、クララがそう LA に行く予定が書いてあんねんから、そうそうそう、だからクララとヘンリーの家だ、ここは。うん、で、ゲストがジェイクとエドウィンとジェニーだ。オッケー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 。で、はい。なんだ？あ、来たね。2月14日予約。ちょっと待って、これ。2月14日予約。バレンタインにね。で、3月13日、医者、リチャード、リチャードね。ちょっと待って、さっきの、さっきの薬。は RJ ハイスやから、あ、また違う人か。リチャード石。3月27日夕食。4月22日クララの誕生日。あ、そやな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 、それはそうやわ。クララの誕生日な、クララ誕生日な。これはメモった。で、これヘンリーのメモやろうから並べてあんねんからな、やっぱりそうだよな。うん、ヘンリーとクララの家だ、ここは。はい。で、ちょっと待って、これ、右側もなんかあるぞ。エドウィン、
エドウィン・ブリックス弁護士。あ、エドは弁護士。ああ、なるほど。はい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 。エドウィン・ブリックスは、弁護士で。なるほどな。これ、あ、これ、病院やぞ。来た。テリー・チャールストン。ん？ドクター・ハイスとは、ハイスとは違う人やな。チャールストン。テリー・チャールストン。また違う人やな。何？中絶クリニック。ちょっと怖いな。うん、なんか揉めてんじゃないのか、ヘンリーと、クララは。中絶クリニックの、テリー・チャールストンさん。なんかちょっと嫌な話になってきそう。怖いな。うん、これ、バンチとかまで覚えなあかん？いいよね。まあ、ちょっと必要になりそうやったらまた見に行こうよ。うん、で包丁があって、はいはいはい、金庫みたいなのがあって、これとか。あ、こういう裏とか絶対なんか、ん？このドアは体験版ではアクセスできます。あ、めたいな、いきなり。あ、なるほど。本番だともっと手がかりが、みたいなことになるんかな。これもダメ。なるほど、わかったわかったわかった。じゃあ、この部屋内でいろいろ調べましょう。あ、てか、めちゃくちゃ目の前のやつ調べてなかったな。ハッピーバースデートゥーユー読みます。ん？一年の中で特別な日がまた来たよ。ハッピーバースデー、クララ誕生日おめでとうってことは、これは、4月22日の出来事か。誕生日に、クララが殺されたこれ。ん？どうなんやろ？あ、わかんないな。僕がアルコール依存症のリハビリにいたとき、サポートしてくれてありがとう。ヘンリーは君のような人と一緒でとても幸運だね。ああ、ヘンリーとクララ、やっぱりそうやね。ヘンリーとクララが、夫婦なんかな、恋人なんかな。で、一緒に住んでるか、同棲してるか。で、素晴らしい一年になりますように、ジェイク。ジェイクが誕生プレゼント。ジェイクいいやつやんけ、運入。なあ。ジェイクは、誕生プレゼントを持ってきてくれたいいやつと。うん、なんかいろいろ見えんねよな。で、誕生プレゼントの方は見れないんかな、これは。なんか書いてあるけどな。ちょっと見たいな。これ、ハッピーバースデーだけかな。トゥーダーストビューティフルウーマン in the world to the most、 ああ、一番美しい女性、世界で、なんか世界の中で一番美しい女性って書いてあるだけな。はいはいはい。事件性は特にないかな。はい。んで、こういう本棚ね。でかくないんかい。ないんかい。だいたいこのさ、こういうところの間にさ、何か紙が挟まってるぞみたいなね。フリーゲームのあるあるなんですけれども、ないか。あ、これは全然誰が誰か分かれへん。これヘンリーかな。ねえ。で、この辺の瓶とかも何もないかな。これも関係ないかな。うん、で、これはこれは、ゴッドマダー。これなんか、マイケル・ジャクソンかな。おお、トゥルついた。特に何かあるわけでもないかな。あ、なんか落ちてる。来た。これよ。はい。読む。ファンタジー・アムール、うん。ファンネルロード、駐車サービス。2月14日。2月14日といえば、なんかやってたよな。2月14日といえば、なんか予約とだけ書いてあったやつか。で、ファンタジー・アムール。うん、アムール。ムールに行った痕跡があるね。はいはいはい、はい。なるほど。ファンタジーアムールっていうところに行ったよな。おー、これなんだろう。前は、はい、ファンタジーアムールに行った痕跡があると。うん。それだけ覚えておこう。ちょっと待ってね。これ見返すな。2月。待って、ヘンリーのやつや。このメモだ。2月14日予約を取るとだけ書いてあって、これ電話番号、あ、これ電話番号でちょっと照合するか。212-44。ファンタジーアムール。ああ、電話番号は書いてないな。残念ながら。関係なかったわ。はい。さて、他に。あ、ちょっと待って、これ。ああ、クラウチングすると、しっかり下が見やすくなるのか。ああ、なんかある。お、調べよう。なんだこれ。マッチ。読む。ファンタジーアムール。あ、出た！ファンタジーアムールのマッチ。え、これホテル？マッチといえばなんかホテルなイメージやけど。おっと？うん。で、これは？
ピンク、ピンクライラック、うん、ウォータープルーフ落ちないつかない、あウォータープルーフの口紅かなこれはな、うん、口紅があると、はいはいはい、でこれはニコパッチ、ニコチンパッチか、はい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 、これが口紅やな、でニコチンパッチ、禁煙補助剤やね、はいはいはい、そういうことよな、誰が禁煙してたんやろな、ちょっと待って、あ、禁、タバコ室内では吸わんか、アメリカの方が禁煙進んでるもんな、ここになんかタバコの吸い殻とかが残ってるとかそういうこともないし、そもそも禁煙してるしみたいな、うん、ちょっと待って、2月14日でしょ、でこれはちょっと待って、2月11から17までクララが LA に行ってるぞ。おい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 。2月11から17までクララが LA に行ってる間、2月14日のバレンタインに、アムールみたいなホテルに予約してなんかしてたぞという。で、で、この女性もののバッグの中に、アムールのホテルのマッチが入ってて、あ、でマッチが入ってるってことはこの人タバコ吸ってんねんな、うん、誰やタバコ吸ってんの、タバコ吸ってる女性クララではないのかこれ、ん、ジェニー、ジェニーなのか、ね、おい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 、ちょっと怪しい、クララが LA 行ってる間にホテルに行ってて女性もののバッグがあって、これジェニーってやつのカバンじゃないのと、おい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 みたいな話？ちょっと他になんかないかな。ちょっと、待って、誰が5番の椅子に座ってた、2番の椅子に座ってたとか、こういう質問があるから、まあ誰がどこに座ってたか全部解き明かそうぜ。で、エドは左利きやから、ここなのよ。これ左利きね。これよくあるやつね。で、エドが、なんかね、弁護士よね、弁護士のエドがこれ来なかったんかな、なんか綺麗なまんまになってんのよな、うん、まあとりあえず5番、じゃあ5番じゃない、ここ何番だ、2番、1番か、1番エドで2番はわからない、3番わからない、どうなんや、どっちか、あでもあここお誕生日席やからここクララやんな、3番クララよな、うん、ね、だからクララが殺されたのはクララよな、多分な、うん、で、4番、だってオレンジジュースを用意されたのはいとこよ、いとこ、クララかヘンリー、あ、まあ、クララのいとこやろうな、あ、クララのいとこよからジェイクか、うん、そやんな、あ、どうなんやろ、これ多分ね、なんかそういう、あ、アルコール依存症のリハビリにいた時やから、そうや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 、アルコール飲まないようにしてるから、5番ジェイクだ。5番はジェイク。うん。はいはいはい。で、ってことは必然的に、残った4番がヘンリーじゃない？そりゃあお誕生日のクララの横行くでしょ。ここに一緒に住んでんねんから。で、2番がジェニーでしょ。座ってるところで言うとな。まあ、とりあえず、そういう並びなんでしょうということにしましょう。はいはいはい。5番の椅子に座ってたのはジェイク。はい。で、2番の椅子に座ってたのはジェニー。で、クララのいとこはジェイク。死亡したのはクララ。誰が殺したか。これよ。ここがわからん、まだ。うん。これは分からんな。ちょっともうちょっと見ようか。誰が殺したのか、動機も分からんしな。これしゃがんで、しっかりと、あ、こういうね、下とかね、ここ開けられない。この辺まだ、アクセスしない。あ、あるあるある、アクセスしないところ。はい。お？ん？かといって、何か。開けれたからといって何かあるわけでもないのかな、開けれる、あーでもなんもないな、ここは開けれる、あ、開けれる、はい、何も出てこんな、殺人現場をしっかり見ようかね、え、あ、
これあれやな、口紅がついてるってことかな、これ。で、だけど、これは、ウォータープルーフの口紅を使ってるでしょ？ってことは、ウォータープルーフの口紅を使っている、やっぱジェニーのカバンなんだよ、これ。そう、ジェニーのカバンで殺されたクララは、口紅をつけていたってことやね。そういうことやね。はい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 。で、なんでここにジェニーのカバンがかかってるのかよくわからんけどね。そうか、これでいいか。やっぱりクララだね、ここは。あれはジェニーのカバンだね。だから、ジェニーと、まあ、ざっくり言うと、ジェニーとヘンリーは、浮気してんだ、多分。このホテル行ってんだよ、2月14日に。クララが LA に行ってる間に。そういうことよ。ね。クララが LA に行ってる間に、浮気してて、で、ジェニーとヘンリーがね。で、クララが殺された。まあ恋愛絡みなんやろうけど、クララを殺したのも普通に考えたら、さすがに、ヘンリーが一緒に暮らしてるクララに手下すまではせんくて、なんだろうな、ここが二人でいる中でこっちと浮気してて、いつ別れてくれんのよみたいなにしびれを切らして、ジェニーがクララをやったみたいな、まあ予測だけでいくとそんな感じになるけど、これ以上手がかりないんかな。とりあえずそれで行ってみるかね。ジェニー行ってみるか。これでどうですか。ドン。送信を押すとデモが終了します。はい、送信します。はい、おー、くく、5問中5問正解。はい、ありがとうございます。んで、体験版お楽しみいただき、視聴者です、ウィッシュリストをお願いいたします。あ、そうで、あの公式サイトの方にブログが上がってて、なんかヒント集みたいな、16個のここを見つけるんだみたいなのがあったんで、まずはそれ見ずにやってみたので、ちょっとヒント集見てくるわ。はい、公式のブログ見てきました。英語やったんでちょっと大変やったんですけど、なんとか読んできましてですね、やっぱりまずね、ジェイク、動機ですね、動機と犯人に関してですけど、ジェイクは、こんだけね、なんかハッピーバースデーとか送ってきてるジェイクが殺すわけないでしょうと。で、そもそも欠席したエドが、殺してるわけもないんじゃないかと。で、ヘンリーと、ジェニーが、まあ、ちょっと浮気してて、で、クララがお誕生日という状況で、ヘンリーなのかジェニーなのかというところなんですけれども、状況的にはやっぱりね、ジェニーが妊娠してしまってるんではないかという予測が立てられると。というのも、ここにヘンリーが中絶の相談をまずしてたじゃないですか。ね、中絶クリニック、これか。はい、中絶クリニックにね、中絶の相談を、ヘンリーがお医者さんにしてると。で、それに対してジェニーは、もともとタバコをおそらく吸っていたんだけれども、これね、マッチ、アムールのマッチ持ってるからね。だけど、ニコチンパッチで、今は、禁煙するようにしてるし、で、さらにこれ、お酒が減ってないと。そこからも予測すると、なかなかね、気づかんよね。このお酒が減ってないので、ジェニーは、さらにね、お酒も飲まない、タバコも吸わないと。つまり、ジェニーは妊娠していたんではないかというところが予測されると。で、それに対して、ヘンリーは中絶の手続きを取ろうとしているが、ジェニーはそうなのかどうなのかわからない。で、しかも、ヘンリーは、中絶をするように、ジェニーにお願いしている状況。で、ヘンリーとクララは正式な恋仲、結婚してるかどうかわかんないけどね。ってなると、ジェニーの立場からすると、子供を中絶させられて、しかもヘンリーとクララはそのまままた恋人として続いていくのではないか、そんなの嫌だっていう動機につながるんではないかっていう悲しいストーリーというところが予測が立てられるというような、
ブログでした。で、さらにブログにそもそもね、一番メインところで書いてあったのは、我々は 70% の情報を与えて、あと 30% はプレイヤーの推論に委ねるということなので、今のやつも、まあ、ヒントからの推論ではあるんですけれども、正式な答えも出さないと、ちょっとグレーゾーンを残すような、ゲームになってるっていうことなので、まあ、今のは、70% の与えられた、証拠からの、まあこんな感じなんかなっていう推論になりますが、悲しいストーリーでしたということになってます。こんな感じのストーリーが、何話もあるんだろうね、製品版ではということで、デモ版からがっつり面白い、ゲームでしたよかったね、うん、ご視聴ありがとうございました。